さん、今週も始まりましたパチタン TV です。こちらのメンバーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめましてですね。ありがとうございます。どうぞどうぞ。ご紹介いいですか。どうぞどうぞ。チーム日直島田所属の天秤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。来た来た来た。来ていただいちゃいましたね。チーム日直島田来ましたよ。ついに。いい肩書きですね。いやなんかいいですね。パワーワードなんですけど、完全なるパワーワードなんですけど。パワーワードの人がねいますからね。いや上にそうなんですよ。チラ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 後ろでもう本当にもう脳裏に浮かんでます。ちょっとね高田さんがここにいらっしゃるのが、私はなんでここにいるんでしょうか。違う。あれで六本木からでやっと出てきたんだよ。私はもうあそこに囲われてたかったんですけど、あそこが良かった、はい、動物たちと戯れたかった、あのジャングルで、ね、あのチロとリドとね、はい、っていう動物たちと、ね、うん、久々なんで全然わかんないでついてきます。いや、いいじゃないですか。いや、そうですよ。よろしくお願いします。任せてください。よろしくお願いします。本当にお世話になります。モリモリだ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。誕生日なんですよ、僕。昨日が33歳になりまして、やっぱりこう初実践なんですよね。今日この誕生日を迎えて33歳で、自分が一番好きな台を打ちたい。もうそんな設定とかも関係ないんですけど、あった。あった。やったー。僕がほんまにも人生で一番好きな機種こいつです。いきます。やった、打てる。番長3人気だなという中で、私はこの台に行きます。バイオハザード。迷子です。先生、迷子ですか、はい、何探してるんですか。特に決まってないんですよ。特に決まってない。はい、はい、特に決まってない、なんか迷子なんですけど、何言ったらいいですか。何がいいですかね。割と角が強いイメージがあるんですけど。なるほどですね。だからどこ座っていいか分かんない。いや、そうなので、迷ってるうちにここまで来ちゃったっていう、はい、そこまで来た。そう、どうですか、バイオ。バイオでも面白いもんね。面白いです。お、カメラマンがいっぱいいます。美女が2人いますね。美女、美女、11人います。え、どうですか。いや、俺あの、はい、さっきねオープニングでは言えなかったんですけど、はい、めっちゃ負けてんすよこの番組。でガチ勢でしょ、はい、まあバラエティ番組だから仕方ない部分はあるんですけど、さすがに何かにすがりたいんですよ今、はい、結構このホールさん知ってるでしょ、はい、さすがやね。じゃあおじさん、はい、いいですか、乗っちゃって。あ、じゃあここでいいですか。すいません、じゃあすいません。あれ、あれ、テビさん。いや、僕が一番人生で好きな台を売ってるんですけど。人生で一番好きな台。本当に人生で本日の抽選番号は7です。あ、7番。いや、7なんで、はい、まあ、7でサイコパス行くっていう、まあ、サイコパスな行動ってことで。あ、今じゃあ僕のことどう思ってます。7番でこれ座ってるって結構。あ、まあ、いいんじゃないですか。1台しかないですしね。やっぱ7番じゃなきゃ座れなかったかもしれないんで。あ、まあ、うん。はい、じゃあね、サイコパスなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、まあ、初当たりが、99分の1で来るんですよ。まあ、甘デジですよ、ほんまに。で、しかも、なんと優しい設計で、その99分の1を15回引いたら天井になって、いかつい AT に行きます。
当たりました。これは絶対当たった。赤、えい、当たりました、めちゃくちゃ早い。22ゲームでこのサイコパスチャンスね、これが、99分の1の当たりの分なんですけど、この後にチャンスゾーン出てくるんですよ。このねチャンスゾーンがこの今、まあ、リセットとしましょう。リセットやったら一発目チャンスゾーン出やすいんで、この大チャンスですね。チャンスゾーン出やすいから大チャンス、まあ、ちょっと日本語おかしいですけど、でこの後に演出があるんですけど、そこで取ったらチャンスゾーンですね。 AT のチャンス、今ね、まあ、6号機いろいろあるじゃないですか。大のこと批判しないんですけど、7回ももらえますからね。99分の1で当てるのにベルを7回取れる。で払い出しが10枚、6号機みたいに通常じゃあんま回んないんですけど、このねこの救済みたいなベル7回がいいですよね。やばい、これやばいんですよね。あの1回目に出やすいんですけど、もし出てこなかった場合はチャンスゾーン2回目の時に偶数設定やったら出てきやすい、3回目の時やったら、奇数設定が出てきやすいと言って、でそれが15回まで換算されるって感じですね。今僕地上波の番組初めて出るんですよ、まあ、こんな幸せなことないんですよね。このメンバーの中に入れていただいてこんな幸せなことないんですけど、皆様は今バイオハザードを3人で並びで打たれてて、すごい疎外感がある抽選が良かったからあのこれ座ったけど、楽しそうみんなで、このこっちから聞こえてくるんですよ皆さんの声が、すごい楽しそうですね。羨ましい。あ、観光現場行きましたね。一応降格になります。でその降格中に、さっきの当たりを決めてあげるとチャンスゾーンも取りやすくなってるという感じですね。このね降格中に何も決めれないんですよね、99分の1やのに。だその99分の1を当てにくそうやなって思うのか、簡単に当てれるやんって思うその精神のこうなんて言うんでしょう、持ちようでこいつの打つモチベーション変わってきます。これ持論ですけど、僕はめっちゃ当たりやすいと思ってるんで全然打てるんですけど、一回ですねあの友達にこれおすすめして打ってやって言ったら、一瞬でいやこれ無理やでって言われましたね、まあ、そういう台ですね。愛がないと打てないかなっていう感じですね。ただ一撃性すごいんで本当に。それでは私たち3人はバイオハザード打ちたいと思います。はい、行きましょう、はい、お願いします。お願いします。あの説明はリノさんがしてくれると思います。いや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 、あー取り込むじゃん、ここは取り込むじゃん仲良く、まあ、バイオポイントを貯める特化ゾーンですね。はい、まあ、ポイントを貯めて1000ポイント到達すれば、その後のバトルで有利に運ぶアイテムをゲッチューできると。またチャンス目、はい、125ゲーム、ディナースタート。みんなディナー、うん、おう、あらら ら, 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 ら綺麗さんね、綺麗なレッドさん、いけるやつ、これは大チャンスですね。熱いですね。はい、行きましょう。演出としてはそんなにかな、これ。うん、だよね。でも大丈夫でしょう。はい。おっしゃー。はい、はい。147ゲーム、まあ。あ、私も当たります。おー、あれ。やったー。やったー。小犬チャンネルさんとリノチャンネルさん。ありがとうございます。全国での当たりでございます。これほとんど設定差ないので、はい、高設定でも低設定でもいかにここで当てるかというのが結構重要なんですよね。はい、私だけいやー、朝一のクライマックスバトルでございます。頑張ってください。さあ、どうしようかな。一番絵的にそうですよね。信号がね、一番いいんだよね。そうなんですよ。いや、伝わりづらいんだよな、映像で。今回わかんないじゃん。映像でもわかるんで。じゃあこれでいいや。一応でも天国での当たりの場合、そこ突破できるかどうかも設定に左右されないんで、本当に自力なんですよ。そうですよね。ためます。赤パレッツ持ってますんで、レベルはまあまあ上がってくるんじゃないかなと思っております。3、もう1個くらい。あー3か。3、
やっぱり17分の1ですね、15ゲーム中。あ、20ゲームだったっけ。1ですね、22分の1。1 50% です。いただきましょうか。あ、引いた。おう、おうおうおう、気持ちいいですね。うまい。まだまだまだもう一回ありますから。いや、いけますよ。あー、残念ちゃん、残念ちゃんでございます。チャンネルさん頑張って。いったね、いったね。おすごい、ありがとうございます。投資2本、うまい。2本145ゲームで。リノさん、これですよ。いや、本当にお昆布の足らないところはここなんでしょうね。リノチャンネルとコイズチャンネル、今ね、肩を並べてスタートしましたけども、うん、離脱しましたんでね、こういうところなんでしょうね。足りてない。いやでも、一番盛り一番でね、だからもう嬉しい。うまい。いえいえいえ。34。チャンネルさん、チャンネルさんじゃねえ。チャンネルさんは全員ですよ。チャンネルさん、チャンネルさん、チャンネルちゃん、89かな。いや、まあまあ、お、ここで小籔いけば、あー、いやいや、十分でしょう、はい、ここからバチコリ乗せりゃいいだけのお話なんで。そうですね、終わらせない感じで。よしよしよし、そういうこと。これチャンス目なんですけど、5回フラッシュしたら強チャンス目。あ、これ強チャンス目ですね。で、こっからの、同色に確か設定差があったはず。とりあえず決めたい。よっ、よし、強チャンス目から。よし、2回目ですね。2回目なんで、まあ、リセットかかってたら、まあ、偶数設定やってリセットかかったらここで出やすいっていう感じですね。頼む。やばい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 。多分今水木さんに言われてるんですけど、僕何もなさすぎてめっちゃ言われてるようです、僕が。だがしかしここで当たった。次回予告、はい、よし、3回目、10ゲーム、調子いいぞ。こういうことなんですよ、サイコロスは。10ゲームやから、17枚ぐらいで、2回目当てたんですよ。今ね、払い出しが来るんですよ、ここから。6億にあまりないね、最近の。当てるだけでチャンスゾーン当てるのにあんな派手な音出してみたいなね、6億多いですけど、ここはね。3回目です。来い来い来い。うわー、まあ、でも15回当てたら天井なんで。弱気やな、すげえ弱気やな。何チャンネルなんですか。私ですか。はい、いや、だから何宣伝するのかなと思って。いや、宣伝するから、そうですね、まあ、自分が書いてるブログか、あ、最近始めたインスタも宣伝したいなぐらい。じゃあそういったところの宣伝ってことかな。うん、やっぱ増殖は見たいですよね、うん、増殖したいですね、はい、音がいいんですよね、増殖するときに。ブーン、ブーン、やっぱ増殖してるんですか。ブーン。リノチャンネルさんに増殖、はい、リノチャンネルが今発展出してます。
お、ブーンって言ったからじゃないですか。はい、おー。到着しますよ。ブーン。当たってるんですかね。あ、テンピーは当たっておらないですね。おらない、おらない。おらないです、本当に。え、結構はまってないですか。いや、でも当ててるんで、99分の1なんで。ただ、本当にそちらが楽しそうで、本当に楽しそうで、僕も入っていこうかなと思ったんですけど。全然おっぱいの話しましょうよ。おっぱいの話していいんすか。おっぱいの話。え、なんか自分のチャンネル今宣伝しようかなと思ったんですけど、おっぱいの話にウェイト置いていいですか。それは聞きたい。リノチャンネルも喜んで参戦させていただきたいと思ってる次第でございます。よろしくお願いします。欲しいなそれ。はい、バチコリおっぱいの話しましょう。はい、おっぱいですか。お願いします。最高だな。最高だな。最高だな。この番組超自由。ね、テッピーさん、私、はい、コーナーさん、はいはい、3人とも既婚者なんでね。はい、あ、そうですね。そこに関してはね、あ、3人既婚者じゃないですか。あ、そろった。おー、すげえな。既婚者、ミズキさんは、あやチャンネルさんは、あやチャンネル、どこあるんですか。予定もないです。ない。ないです。あ、ないんですね。マジか。はい。ないって言いますよ、そりゃ。そりゃそうですよね。あったとしても言いませんよ、こんなところに。コーダさん悪すぎです。すごい。先輩が後輩を、うん、そんな言わなかったですもん、私だって。あ、そういうことか。そういうことですよ。そうですね。結構僕、水木さんと少しね、お仕事をさせてもらう機会が多くて、はい、仲いいのかなと思ってたけど、はい、やっぱ黙り込んでんだ。そっかそっか、先輩にも言えないから。やばいやばい、金振らしました。やっぱりバチコリやってんだ。バチコリやってない。本当にないですから予定。バチコリか。今のところは。はい。ありがとうございます。本当にないです。いやでも本当マジでないっつってるからね。マジでないんですよ。いやみたいなんで。いや本当に三十ぐらいまではもう考えてもないんで。いやまた。結構ありがとうございます。うますぎでしょ。すごい、さっきとすごい乗ってますね、これ。楽しい。124ゲーム、4回目ですね。そろそろ入れたいな。もう4回目よ。よし、来た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 。今ね、皆様ね、バイオハザードしか見てないと思うんですけれども、ここからがサイコパスの楽しいとこですから。チャンスゾーン始まります、4回目にして。でこうね、まあ、最高で4ポイント獲得したら、まあ、その ART 行くんですけど、その振り分けに設定差があります。1から4ね、高設定ほど、まあ、ポイントを持ってるというか、低いポイントが選ばれやすい。1ポイントで突破とかね。ここよし、行くぞ。よしよしよし、これで1ポイントね。熱い、これめっちゃ熱い。ちょっと待って、あ、30か。子役でいいんですよ、子役で。もらいました。そうだ、こんなうまいこといく。よし、やった、最高におもろいゲームできる。執行完了しました。よっしゃ、皆様、私 ART 確定しました。おー、早い。いや、ほんと早いっすね。頑張ります。こっから宣言文におっしゃってください。いや、行きます、本当に。
宣言ゲームとしたらまた僕はハッピーバースデー歌いますんで。あ、お願いします。はい、本当ですか。はい、こんなんでいいんだったら、全然ハッピーバースデーって言って 10P って言ってないですから、ね、いや、そうなんですよ、はい、僕に歌ってないんですよ、まだあれは、はい、あれは成立してないですよ。成立できてないお願いしたいです。だから多分今日成立させるためにも 10P さんが乗せるしかないんで。そうですよね。お願いします。わかりました。ちょっと頑張ります。歌わせてください。歌わせてください、はい、私にリドチャンネルに歌わせてください。じゃあここで始まりました。でこれエリアレベル緑なんで、この時にボーナスを引いてあげると、ドーミネーターアタックっていうのが出てくるんですけど、このサイコパスなんですが、それしか特化ゾーンがない。あちらはねすごい合成に特化ゾーンとかね、増殖とかあると思うんですけど、こいつはそれしかない。それに入れたらでも勝ち。これ今20ゲームごとにエリアレベルの抽選するんですけど、33敗以上で2位なんですよ。だから2位もなかなかいかなくて、1位の時にボーナス引いちゃうとその、特化ゾーン、ドミネーターアタックなんですけど、確かね 25% ぐらいでしかいかないんで、このエリアレベルとボーナスをリンクさせてあげる、きっちり重なったらもうめちゃくちゃ出るんで、もう帰れないぐらいとかあるんで、本当にまんま一種です。いやー引けないんですよね。ちょっと赤も結構選ばれにくいんですよ。うわ、これは多分逃したな、今すごい大事なところを。これはもらった、ただ青かったっすね。よし、これで、99分の1を ART 中に引いたってことです。ここ青かったんで、25% ぐらいでしか特化ゾーン出てこないと思います。増殖やん、マジで珍しいです。でこの犯罪係数上がったんですけど、これが100にいったら、ドミネーターアタック。増殖確定やったかな、すみません、ちょっと久しぶりすぎて忘れちゃいました。なんせこいつほんまに置いてないのよ、大好きやねんけど。これをやりたくてみんなこれを打ってます、ほんまに。きた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 。次回のバチサウン TV、 そうなんですよね、リアルタイム獲得に小田と天空が大活躍。そういうこと。そして天空の止まらないサイコパス愛が炸裂。愛です。完全なる愛ですね。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。